こんにちは、粟田洋介です。今日はピカソの絵の楽しみ方ということなんですが、アートの歴史だったりとかそういうお話をするんじゃなくて、絵を描いているものとしてちょっと感覚的にお話をしていこうと思います。そして絵を描く人にも描かない人にも向けてお話をしたいと思います。例えば絵の上手下手っていうのは、見たものをそっくりそのまま写真みたいに描く技術のこと、それだけだと思っている方がそうじゃない作品の見方もあるのか、そういったことに気づいていただけたらと思っていますし、そして絵を描いている方の中には玄人受けばっかりして、なんか幅広い層の方に理解していただけない、そんな悩みを解決するきっかけにもなったらいいなと思っています。まずはじめに、パブロ・ピカソという画家のわけのわからない作品っていうのは、多分キュービズムとシュルレアリズム、そういったスタイルの作風のことだと思います。でもすごい若い時のピカソは、見たものを見たままにに近いような作風をとても高い技術で描いていました。ところがキュービズムっていう見方を変えたらすごく面白いんですが、まあ俗に言うわけのわからない作品みたいのを描き始めて、それからなんかわかりやすい絵を描くんですが、シュルレアリズムっていうまたわけのわからない絵を描き始めます。個人的に私はキュービズムよりもシュルレアリズムのピカソのスタイルの方が好きです。でもまあ好き嫌いは置いといて、なんでそんなに本物そっくりに絵を描くことが上手なピカソが、まあそういった観点からすると上手じゃない絵を描き始めたのでしょう。それはそういう絵に魅力を感じたからで、見方を変えてそういった作品を見ると全然下手くそじゃなくてとても上手に描いているっていうことがわかると思います。そしてそこには玄人受けばかりする作品が一般受けしない、そういった理由も隠されています。というか全然隠れてなくて、一般受けしないっていうのは、何が上手なのかわからない、何が面白いのかもわからない、多くの人の目を向けどころは本物そっくりかどうかということです。でも自分の描いているその個性的な作風をやめて本物そっくりに描かなきゃいけないのかっていうと、そうでもなくて、その本物そっくりじゃない個性的な作風に一般の人が面白いと思う何かを取り入れたらいいんじゃないかと思います。では少しの間、本物そっくりじゃない絵の楽しみ方ということにフォーカスしていきます。絵を描く人の中には、本物そっくりの写真みたいな写実的な、そういった絵をとことん突き詰めてスーパーリアルな作風で描き続ける方もいらっしゃいます。それはそれで私は素晴らしいと思います。しかし中には、本物そっくりに描くことだけに意味を感じなくて新たな面白さに挑戦していこうと思う画家もいらっしゃいます。私もその一人です。なぜならそういった作風には、本物そっくりに描いたんじゃ表現できない面白さを出すことができるからです。ちょっと著作権の関係でピカソの絵をここで出してお見せするわけにはいかないんですが、実際にちょっとピカソの絵みたいのを描いていきたいと思います。よかったら普段絵を描く人も描かない人も一緒に描いていきましょう。ということで、紙なんて何でもいいし、ペンとか鉛筆でも描けるものなら何でもいいので、なんかそこら辺にあるものでちょっと一緒に描いていきましょう。ちょっとうさぎ年の年賀はがきの裏にちょっとこういったペンで簡単に描いていきます。誰でも描けるような感じで描いていきます。ですが描いているうちに、ピカソの何が面白いのか、ピカソが何を描こうとしていたのか、ピカソが表現しようとしていたのは何かということが少し見えてくるんじゃないかと思います。これから描いていくのは1937年に描かれた泣く女という油絵です。よかったら検索してみてください。本物そっくりに描くことだけが上手な絵だと思っている方は、こんなの誰でも描ける落書きだと思うかもしれません。しかし描いてみるとわかると思うんですけど、ここには巧妙なアイディアだとか、なんかもういろんなものが詰まっています。まずこの時代っていうのは戦争の時代で、空爆があったりとか、もう泣かなきゃいられないようなとても悲しい出来事が起こった時代です。現在私たちの時代も世界で戦争が起こっています。戦地の人たちの悲しみを思いながらちょっと描いていこうと思います。ピカソの面白いところは、横顔も正面の顔も一緒ってことです。ちょっと模写するっていうよりも、私の作風でピカソを見ながら私の作風で描いていこうと思います。
鼻で頭があって、なんか横顔みたいのを意識して描いています。泣いてる口なんですよね、これね。この人帽子かぶってて、ピカソの帽子面白いんだけど、ちょっと半分真似して半分違く描きます。描けない、違うペンで描きます。で、このねピカソの面白いのが、鼻がこっち向いてるんだけど、私は口を鼻と反対側に向けて描いてる。鼻がこっちだったら目もこっち向いてなきゃいけないんだけど、ピカソはよく反対に描いています。私は人生のすべてずっと絵を描いてきたので、絵についてはあんまり気づかないんですが、実は私最近ベリーダンスを始めたんですが、といっても本当始めたばっかりで基本動作すらできないんですが、今までダンスを見ることがそんなに面白いことじゃなかったんですけど、この基本動作とか練習しているとダンスを見てて知っている動きをしてるんですよね。で、何をやっているっていうのが分かるっていうことと、そのやってることの難しさっていうのも分かったりして、それで見るのが面白かったりで、見てるうちにそういったこと以外にもその表現だとかいろんな面白さを楽しめるようになってきました。だから絵を描くことも、何をやろうとしているのかとか、何をどう表現しようとしているのかとか、その難しさだとか、そういったことに気づいて、それで作品を鑑賞することも楽しくなったりするかもしれません。鼻が横を向いているのに目は正面を向いています。そんなことよりすごいのがこの絵は、なんかこんな風になってて、なんかハンカチみたいのを目に当ててるんですけど、ここから手が出てきてるんですよ。私は違く描きます。ちょっとこれハンカチを持ってるように描いています。そうそう、これハンカチかじってるんですね、こうやって。ピカソはこうやって描いてないんですけど、私はこういう風に描きます。ピカソはなんか指がいろんなとこから出てきてるんで、わけわかんないですよね。なんかちょっとピカソと違く描こう。で、この指はこの手なんだ。これ書いてて気づいたんですけど、ここにある親指はこっちの手で、こっちからも手が出てて、そんな風に書くなんて面白いですよね。で、なんか後ろがなんか模様がついてて、で、目もなんか模様がついてるんだけど、これは自分の好きな模様を書いてみます。なんかここにもいろんな色がついてて面白いんですけど、で、色もつけていこうと思います。ちょっと何年も前にもらったいただき物のクレイパスなんですけど、これ最近全然使ってなくていっぱい残ってるんですけど、まあ、それはいいとして、ピカソはね、色がいいんですよね、特にこの時代の。すごいのがね、このハンカチみたいな部分が白黒なんですよ。周りがね、カラーで、それも面白いなと思う。描くときは、ただ写すっていうよりも、自分の考えでもちょっとアイデアを付け加えながら描くと面白かったりします。その方が今の私は楽しいんですけど、ただ模写した方がいい場合もあるので、ちょっとその辺は人それぞれでやってみるといいと思います。こうした方が悲しみが伝わるような。
でもこうやって自分で色を塗ってるとね、ピカソの色すごいなっていうのに気づくと思います。泣く女っていう作品、ご存知ない方はぜひ検索してみてください。ちょっとこの絵じゃ分かりづらいんですけど、まあこの泣いている口ですね、この部分がハンカチ持ってるのかどうかちょっと分かんないんですけど、なんかハンカチ噛んでやってるように私には見えます。そして手と、やっぱりこの泣いている時の口っていうのが悲しみを強調していると思いますし、写真では表せない部分なんじゃないかと思います。そしてその悲しいとかそういうこととは全然関係なしに、この絵の面白さですね。正面向いてるのに鼻がこういう風に横についてたりとか、これは私の描き方なんですけど、ピカソのこの帽子の描き方とか手とか、まあいろんなものの描き方ですね。本物そっくりじゃなくて、わざとこういう風に考えて描いてみたらどうかって言ったら結構難しいっていうことが実際描いてみるとわかると思います。そしてこの色ですね、すごい全体的に黄色が結構多いんだけど、グリーンとか赤とかいろんな色が周りについてて、この口周りだけなんかグレーと紫みたいな感じで描いてあって、色合いもすごく面白いです。他にも面白い要素がいっぱいあると思うんですけど、それは何か見つけてみるのもまたより面白く鑑賞するポイントだと思います。そこら辺のところって絵を描かない人にとっては多分分かりづらいんですよね。ちょっとこれは人からいただいたアドバイスなんですけど、実は描くの難しいこういった絵でも普通の素人でも描けそうだなって思われちゃうような絵だと、絵を描かない人たちにはちょっと魅力が伝わらない場合もあるみたいです。なので絵を描かない人でもちょっと描くのが難しそうだなと思うような要素を取り入れてみるとか、あとは分かりづらすぎる表現っていうのも、例えばこの辺とか見てなんだか分からないっていうんじゃなくて、なんかちょっと分かりやすい要素っていうのも取り入れると、もうちょっと一般受けして多くの人に楽しんでもらえるんじゃないかと思います。なので誰にでも描けそうだと思わせないことと、少し分かりやすくする、その2つがちょっとポイントじゃないかなと私は思っていて、自分の作風にもその2つを取り入れていきたいなと思ってるんですけど、なかなか難しいですよね。それから絵を描かない人たち、まあ描いてる人でもいいんですけど、そういったピカソの作品を鑑賞するときに、ちょっとその想像して描く難しさとか、ちょっと形を作り出す難しさとか、例えば手を覆ってるのに口が見えてるとか、その発想の面白さ、そういったものを押さえてみると、ピカソの作品とかそれ以外の作品を見るときも、いろんな観点で見る面白さっていうのが分かっていくんじゃないかと思います。こういった写実的じゃない絵を描くのに、デッサン力とかそういう本物そっくりに描く技術とかっていうのは必要かっていうことなんですが、そういった崩した絵を描くには、まずはデッサン力を磨くこと、本物そっくりに描けるようになること、それから崩した絵を描きましょう、そういった考えの専門家の方もたくさんいると思います。で、私はそれは一理あると思います。しかし不可欠ではないとも思っています。別の動画でもそういうお話をしたんですが、ちょっとここ数日私はちょっと違う風に考えるようになって、崩して絵を描くにでも、その崩して描きたい形っていうのがあるじゃないですか。それを自分の描きたいように描く技術とか、自分で描きたいように狙って描けるっていうことですね。そうじゃないとうまくいかないと思うんですよね。なので見たものを見たように描ける技術があれば、そういった狙って描くこともできるんですけど、狙って描くのに必ずしも見たものをそっくりに描ける必要はないと思います。自分が描きたいものを描ければいいわけですから。それから面白い形を描くのに、ちゃんとものを見れる、例えば手がこうなってるとか、そういったことをちゃんと見ることができるからこそ、何がどう崩れて面白いっていうことが分かったりとか、何をどう崩すっていうのが分かったりとか、写実的な技術があるからこそいい場合っていうことも多くあると思います。しかし写実的に描けても
崩すことができないっていう場合もあります。そしたら崩さないでリアリズムの道に突き進めばいいんですけど、まあ崩して描きたい場合はまずは崩して描きたいって思うことが一番大事だと思います。描きたいと思えば描けるからです。なので少なくとも描きたいものを描きたい形にできるっていう技術は必要なんじゃないかと思いますが、必要なくても形になってないその自然な形が面白くなる場合もあるので、リアルに描くっていうこと以外の技術とかスキルでなんかいいものができる場合もあると思っています。今は2023年、さっきのピカソの泣く女が描かれたのは1937年。ピカソがキュービズム、わけのわからない絵、本当はわけがわかるんですよ、でもそういった絵を描き始めたのが1907年のことですから、もう100年以上前からそういったアートはあるわけです。まあそれは少なくともということで、もっと前からわけのわからない素晴らしいものがあるということです。今はスマートフォンを使う時代で、ガラケーの電話を使ってる人なんかいたらもう古いって言われるじゃないですか。でもそんな歴史は10年が経つか経たないかって感じで、この100年以上っていう美術の常識、それが広がらないっていうことがちょっと残念でなりません。まあしょうがないですけどねまあ話が逸れてしまいましたが、アートがわからない、何が面白いんだと思った場合は、まあ歴史をちょっと調べてみるとか、そのアーティストについて調べてみるとか、そういったこともアートを鑑賞するのに役に立つと思いますし、それからちょっとなんか変わった絵を見たら、その絵をちょっと真似して描いてみる。その真似して描くのは、絵そっくりのものを描くっていうことが大事なんじゃなくて、その絵を作家がどういうところを工夫したりとか、どういうことを想像したんだろう、その難しさとか面白さっていうのを理解すると鑑賞するのも100倍面白くなるんじゃないかと思います。まあアートの楽しみ方とか本とかそういった解説のなんかいろんなものがあると思うんですけど、今日は実際に絵を描いてみるという違った視点からのお話をしてみました。この動画が何かのお役に立てたら嬉しいです。よかったら高評価やチャンネル登録、コメントなどもいただけると動画作りの励みになって嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございます。また次回お目にかかりましょう。さようなら。絵が上手とか下手とかって言い方好きじゃないんですけど、今日のこの絵は下手ですね。こんなぶっといクレパスで塗ったのが失敗でした。